今回のエクササイズはお腹にものすごく効きます。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、たったの20秒でお腹にものすごく効くプランクインニータップとプランクアウトニータップ2種目紹介させてもらいます。もちろんこれはですね、早い動きをして腹筋を使いながら有酸素運動的なエクササイズで行われるんですけども、それを今回はですね、でレジスタンスバンドを使って動かずに止まっときます。そうすることでお腹に負荷がずっと加わってですね、腹筋のチューブ、そして腹横筋、脇腹としっかり効かすことができます。このチューブ持ってない方はですね、これから自重がもちろんエクササイズでは簡単に行えるんですけども、このバンドを使うことでいつも行っているエクササイズの負荷を適度に上げることができます。このゴムバンドというのはだいたい5本入りぐらいで売ってまして、強度がいろいろあります。ですので今やってるエクササイズを自分に合ったゴムバンドを使用することで短い時間で筋肉に効かすことができますから、ゴムバンドを変えることで成長も感じれますし、何も使わないっていうよりも使った方がですね、ゴムは伸びれば伸びるほど負荷がいりますから、よりエクササイズを効果的に筋肉に効かすことができます。ですのでこれからもこれを使ったバンド動画を載せますので、よかったら説明欄からですね、商品を見に行ってみてください。とっても安くて便利なものです。じゃあ今回はプランクインとプランクアウトの2タップを紹介していきます。まずゴムバンドを土踏まずに引っ掛けます。両足です。両足、足に引っ掛けたらですね、ハイプランクの体勢を取ります。ハイプランクとはプッシュアップの体勢です。このままですね、足を横に持っていきます。右足は左肘、左足は右肘、そこでしっかり引き寄せた状態で10秒キープです。ゴムをしっかり引っ張ってますから、お腹に力が入ったままでですね、10秒間キープすることになります。右膝が左肘、これは膝を内側に入れますから、プランクインニーアップです。で次は右膝を右肘、左膝を左肘、そうすることでしっかり脇腹を使うことができます。これは足を外側に持っていきますから、プランクアウトの2タップになります。これを各10秒ずつキープしますので、合計40秒のエクササイズです。バンドがない方はですね、身を見まねでしっかり足を抱えてキープしてください。それでは一緒にやっていきましょう。ゴムバンドは一番柔らかいものからがおすすめします。まずは右膝を左肘につける感じで10秒キープです。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、反対いきます。1、2、3、4、5、6、きつい、きつい、グッ、10、OK、右膝を右肘です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、ラスト1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あうわー、きつかった。お疲れでした。今日はですね、10秒間の1セットしかしてませんけども、やっぱり物足りない方はですね、2セット3セットすることをおすすめします。なぜかというと、エクササイズの1セット目っていうのはですね、人は力を試す性質があります。目で見て重さを判断してちょうどいい力を出します。それはですね、例えば1キロの重りを持っても持った感じしますよね、もちろん。ですが10キロの感覚で1キロのものを持ったら、
持った瞬間なんじゃこれ軽いぞっていう感覚になるわけです。ですが1キロのものを持った時っていうのは軽いとは思わずに1キロっていう感覚を味わっていると思います。もちろんコップ、箸、お茶碗そういったものもちょうどいい力を出してますから持っている感覚がするんですけども、そこにもしですよ20キロ30キロと思って頭の中でですねそういう感覚にしてそれをお茶碗持ってみてください。お茶碗飛んでいきますからね、思ったより軽すぎて。なので1セット目っていうのはちょうどいい力を出してしまいますので1セットでやめた場合っていうのは力がまあ要はつかないというふうになります。もちろん1回とかね3回とかそれぐらいしかできないレップの負荷でしたらもちろん1セットで力がつくのかもしれない、多分つかないと思います、科学的に分かんないんで。なので2セット3セット4セットっていう風に筋肉を使い切るっていう風に行った方が効果的ということになります。ですのでこのレジスタンスバンドもですね適度に筋肉を使っておきたいっていう場合でしたら1セットでも OK です。ですがしっかりね鍛えたいっていう人はやはり2セット3セット4セットっていう風に筋肉がねある程度疲れるまで行ってみてください。もちろんゴムバンドを硬い分に変えるだけで強度が上がりますから、今回のエクササイズ合計40秒でしたけども、めちゃめちゃ硬いゴムバンドとかでしたら多分10秒持たないと思います。慣れてくるにつれてまあそれを使うことによって筋肉がまあ要は刺激を受けれますから、全く硬い分でやりすぎて全くできなかったら意味ないので、まずはできるぐらいの柔らかいゴムを使ってやってください。で慣れてくるとですねこれを1個硬い分にしてもう1個硬い分にして同じ10秒でやっていくっていう風にしてもらえたらと思います。ということで今回は腹筋脇腹にしっかり効くプランクインとプランクアウトの2タップの紹介でした。これからもレジスタンスバンドを使って短い時間少ない回数で効くエクササイズをどんどん乗せていきます。チャンネル登録されてない方はですねよかったら登録の方もしてみてください。 YouTube のコミュニティとかの方ではですね投稿の方とかでもコメントをいただければこういった動画のしてほしいよとかどうしたらいいのとかよかったら質問の方もください。頑張ったら、勉強したら、よかったらグッドボタン、コメント、シェアもよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。